私は霊という存在を全く信じてなかった。現在は少しだけ信じるようになってきた。そのきっかけを話します。みんなが心霊だなんだ言ってるところに行って、霊に見えるのはこの影とこの光が偶然に見えたんだ。ここは隙間だけ風が通り抜けるから偶然聞こえるんだ。そのような感じで一つ一つ見つけていこうと、そう考えて心霊スポットに行き始めました。しかしいきなり初回、とりあえず自分が過去に不思議な体験をした白鳥湖という場所に行き、体験談を話しながら、原因は何だろうと周りを見ながら撮影してました。まず白鳥湖の入り口、キャンプ場、某番組で紹介された場所、事件があったトイレ、小さな神社、野球場、巨大な滑り台など一通り説明して撮影して家に帰りました。当時は動画に字幕を入れていたので、動画を見ながら作業をしていた時です。野球場のシーンで、あれ、なんか聞こえる。もう一度イヤホンをして聞いてみると、助けてー。